三井不動産プレゼンツクレイジーアスリート、オンとオフの切り替えっていう部分ではどうでしょう。オンとオフはこう切り替えは大事にしていて、美味しいもの食べてゆっくりしたりしてオフの時間を。美味しいものって出ましたけども、海外行って過ごしてて、はい、わあ日本帰ってこれ食べたいなとか、はい、お母さんの作ったこれ食べたいなとかあります？海外いる時は何だろう、生卵かけご飯がすごい食べたくなります。わかるね、はい、結構海外って卵食べれない、そのまま食べれないから、うん、日本帰ったら一番に食べるぐらい。あの炊きたての白いご飯に生卵、はい、醤油は醤油ももちろん、白身は白身もまあ入れちゃう、なんか帰って一発目は黄身だけ、黄身だけだね。ちょっと白身はごめんなさいするよね、はい。サーフィンをしていない時一番これしたいって思うのは何ですか？映画見たり、ね、なんか甘いもの食べたり。あとお笑い見たりします。お笑いサンドイッチマンとか、あとロバートとか。おほほほほ出てくるね、はい、結構好きです。で遠征が続くと学業の方も大変じゃないかなと思うんですが、はい、いつやってるんですか？海外に試合で行っちゃうときは、うん、持ってレポートとか持って行きもしないので。行かないの？はい、なので行かないんだ。もう日本に帰ってきている間にバーッとやる感じをずっと続けてます。まあでも確かにね、持って行っても持って行ったという安心感で実際やらないですよね。なんか1年生の時とかは一応持って行って、まあ、飛行機とかそういう時間でやるかなって思って持ってったけど、やらなかったのでもう持っていくことをやめました。海外遠征にはこれだけはいわゆるサーフィングッズ以外で持っていかないと安心できないっていうもの、はい、アロマとか最近ハマってて、なんか香りで落ち着いたりとかリラックス効果ある香りとかを持ってって寝る前だったりお風呂の時にやったりします。何の香り？なんかラベンダーとかミントミント、ね、ミントがすごい好きで、なんか、まあ、それはリラックスする時ってより朝起きてなんか目覚ましたい時とかに嗅ぐとすごい鼻までスッと通って起きれるのでおすすめです。ちゃんと自分をこうコントロールしてますね。あと日本のグミ。グミ。ほうほう。何味が一番好きとかあるの？グミは男梅グミが一番好きです。男梅グミってマジで、はい、めちゃめちゃ酸っぱくないですか？あれが一番美味しくて、やっぱ日本にしかない感じなので持っていきます。何袋ぐらい持っていく？多い時は3袋とか。まあでも大体前半とか飛行機でなくなっちゃう。今試合前に食べるんですかって聞こうかなと思ったらなくなってんのも、はい、試合前ぐらいには多分なくなってる。例えば試合会場に向かう前にすること、あとはヒートが始まる前にすることって何かある？と試合前はその板、どの板がこの試合会場の波に合ってるかっていうのを何回もいろんな板で試したりしてウォーミングアップをして入ります。
当にこうルーティン的なものがあるけども絶対に、はい、例えばウェットを右足から履くんだとか、うん、はい、そのことはあんまり決めてなさそうですね。そうですね。でもなんか自分が集中してるって思ったらそれで よくて、まあ、なんか集中しきれてないっていう時はなんか一点見つめてなんか集中し直したりとか、うん、まあでもミント系、ミントラベンダー系のアロマがあって、はい、男梅のグミがあれば、はい、どこ行ってもいいサーフィンができる。ああ、それを目指して。間違いない。いや、目指できてるから、はい、それがマストアイテムなんでしょうね。結構そう、最近だそれが一番マスト、うん、食べてみよう今度、はい、男梅グミハマりますよ、ハマる食べたら